花火の写真展が鶴岡市で開かれています。佐伯和真さんは鶴岡市出身で、これまで世界各地1400以上の花火大会を撮影しています。今回は土砂降りでレンズに雨粒が吹きつける中でシャッターを切ったものや、ピントが合わない状態で撮影したものもあえて作品として展示しています。きれいに撮った花火の写真ではないというものですね、今回は。はい、毎日その流れのままに生きてていいんですかということで、もっとその考えて、生きてくださいという問いかけの展覧会なので、これを見てそういうことを感じていただければ幸いです。写真展は鶴岡市の S モールで来月10日まで開かれています。